山先輩、どこら辺最高地点ですか？いや、上やで。え？上？上やで。上って何？上？宇宙？うん、そうそう、宇宙。え、宇宙行ったことあるんですか？うん、あるある。嘘？本当？そう。え、ちょっと後で教えてもらおう、眷属の皆さんに。いや、眷属のみんな嘘つきだから知らないよ。もうどっちが嘘なのかわからん。勝負は0分になった瞬間にいる場所です。罰ゲームは相手が書いた落書きに1日ツイッターのアイコンを変更する。うんこ書いたらお前うんこなんで。ちょっと待って、え、似顔絵とかじゃないの？いやいやいや、小よりの顔変えてその上にうんこ乗せる。うん、まあ小よりの顔を描いてくれるならまあいいでしょう。うんこが乗ってても別にいいです。カウントダウン終わった。最後本当になんか同じとこでぐるぐるしてたっぽいの知ってます？あ、なんからしいね。めっちゃいい勝負だったらしいですよ。どこにいる？小よりはペリコロディカルタって書いてあるところの上にいます。ペリコロディカルタ。同じ。え、でもトアの方が左に寄ってない？これ、え、ちょっと待って。これ引き分けか、トアの方が僅差で勝ちか、どっちかな。まあこれはトア様の勝ちですかね。いいの？表示する？写真判定ですから。でもまあ同じ場所っていうことで、なんかどっちもアイコン変えるか、はい、あ、もう仲良し罰ゲームしますか？仲良し罰ゲームしよう。二人で頭にうんこ乗せよう。あ、うんこ指定ですか？じゃあうんこ一日乗せましょう。これ実は言わなかったんですけど、みかんまで行ったんですよ。へー、ごめん、とはそこまで行ったことないよ。すいません。でもそれでもやはり我々のツボレベルは同じだったということで。あ、よかったよかったよかった。仲良し。うん、仲良し。もういいや、超えるところももういいや。なんで？あ、裏で練習してくるゲームを持ってくるからな、小百合は。裏で練習してないから。やだやだ、もっと遊ぶの。では二人でアイコン書き合って、これからも仲良しっていうことでいいですか？はい、ということで、じゃあお互いね、はい、アイコンを変えたいっていうことで、今日は楽しかったです。お疲れ様でした。もう締めようとして、お疲れ様でした。ありがとう。はい、何、二人とものチャンネル登録よろしくお願いします。うわー、もう大嫌い。なんで？